千金。どうもさこは、アクチャンネルだー。今回なんですけども、ワンニャンスクラッチでございます。で、はい、今回なんですけども、こちら、はい、来ましたね、ワンニャンスクラッチの、柴犬3アタック9ということで、これね、実は2回目で、まあ要は再挑戦バージョンなんですけども、1回目の動画ね、ちょっと非公開にさせていただいておりまして、でっていうのがちょっと今回ややこしいもので、1等から9等まであって、で前回、5等ですね、2000円が出たなと思ったんですよ。でそれがこれなんですけど、でこれね、ちょっと僕ごめんなさい、動画ちょっと見直しててないのでわかんないですけど、これ3に見えるじゃないですか。でもちょっとこれ多分削れてますよと、8ですよと。つまりだから、この 5+8 で13、13-3の10だよということで、これはだから外れなんじゃないですかと。で、その方曰く、ちゃんと削ってる途中、強く削りすぎて真ん中削れてますけど、まあ要は8でしたよということだったので、まあとりあえず一旦ね、非公開にさせていただいておりまして、で、それなぜかというと、まあ要は失敗したからどうのこうのじゃなくて、まあこれね、勘違いしないでほしいんですけど、ちょっとそういうコメントあったからやったみたいな風に思われるとちょっと違うんですけど、まあもちろんそういうミスね、テロップミスの方が結構僕あるわけじゃないですか。で、要はただテロップミスであればいいんですが、まあ金額が大きく変わる部分なので、ちょっとまずいなと思って非公開にしたわけなんです。だからむしろご指摘いただいた方の方が僕はまあすごくありがたいなと思っておりますので、そういうご指摘なども今後ぜひまたいただけたら幸いでございます。では、1等から9等まであって、まあ、もろもろね、前回出してるので、まあ、その辺はしょらせていただきたいと思いますが、まあ、1等がね、ちょっと少ないんですよね。これね、8本しかないっていう、8本だよね。合ってるよね。見えないんだよね。6本か ?8 本だな。8本ですね。はい、という、ちょっとなかなか厳しいものでありますが、ちょっと面白いので、これね、ちょっと頑張って、本当に5等当ててやろうじゃないかと思っております。では、早速ですね、動画やっていきたいと思います。作戦金。はい、じゃあ行きましょう。まずは1枚目でございます。はい、ルール的にはとりあえずまあこう削るわけじゃないですか。で削って番号は出ると。でこれ足し算したら6、1足す5で6、6足す4で10じゃないですか。10はダメなんです。だから9から、1までですね。9から1までが、点数あればいいよというやつですね。いきます。2列目。で特別僕ね、めちゃくちゃ強く削っているわけじゃないんですけど、なんかね削れちゃったんですよね。で、これ5引く7で、これ10なんですね。これダメですよ。では、いきます。そう、この1マスの時はちょっと一瞬に引いたのがダメだったかな。はい、ちょっと滑らかに今日は行きましょう。はいはい、どうだ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 。10やないかい。まあ、こういうゲームですよ。はい。ということで、今からテンポよくやっていきたいと思います。では、行きましょう。2枚目でございます。行きます。ちょっとね、そう、これはね、なかなか。まあでも本当にね、最近ありがたいなと思っているのが、これ、はい、137-10ですね。はい。いろいろそういうご指摘いただかないと、ね、直せなかったり気づかなかったりするんで、そこは結構本当にありがたいんですよね。はい、これは10ですね。はい。いきます!そんなに強く削らない、そんなに削らない、5と、ちょっと、どうわかんない、これ。あ、もうダメじゃん!今夜ね、これむず、そう。これ結構、まあ、ワンチャン僕あるかなと思ってる宝くじ、スクラッチではありますね。3枚目、いきます。結構なんか、出やすいっちゃ出やすいのかなーって。まあ、もちろんね、買った段階で決まっちゃってるから、まあ、それに対してはきりないんですけど。はい、10ですね。いきます。2列目。はい、2、9、3とかだったらいいかな。はい、勘弁してくれよ。いきます。2、3、これで5ですね。5以下だったらいけます。いきます。お決まり。ちょっとお決まり感きつくないか。きつくないか。これだって1等当てようと思ったら9点でしょ。9で言うとだから441とかか、そういう風な感じじゃないとダメですね。いきます。これ4枚目です。2、1、あ、3ですね、これで。はい、なので、7じゃなかった。いけ !7! 7ですよね。じゃあ、はいはいはい。まあまあね。比重するものではないの。8?
ちょっと待って、ちょっと待って、これややこしいな、めっちゃややこしいな。9引く8は1、ありがとうございます。マット、マット、はい、すみません、ありがとうございます。そう、で、マットは今回1本だけです。これだから最高賞1本なんで結構厳しいですよ。はい、ありがとうございます。よかったよかった。これだから2つはないからね、どうせね。はい、この2つないんで。で、これ1でしょ。はい、ですね。はい、ありがとうございました。はい、来ました、当たり。6たす3は9、9引く8は1。ありがとうございます。来ました。少ないんだ。これでも財宝3枚ぐらいやったらめっちゃいいんですよね。いきます。財宝3枚が一番理想かな。はい、7たす2で9。あ、0ないか。これ積んだな。これも積んだわ。これ0はないんですよね。0ない。はい。次。9引く6。結構引くね。3だから7じゃなかったですよね。まあそうなるよね。いきましょう。さあこい、7足す7足す9、えぐいなこれ。7足す9で16。まあだいたい6でしょ。だから6以上だったらいいです。いきます。ですよね、ですよね。分かりきってるよね、これ。これ分かりきってるよね。はい。いきます。あ、そっか。だからそれで言うと結構、だから、例えば9たす9で18になって、18からの9っていうのもあるんか。それ面白い。4、4ですね。4。はいはい、ダメですね。6。はい。いきます。8? あ、もう足すはきついわ。足す6。はい。これ14ですね。だから4でしょ、どうせ。そうですね。はい。いきます。3。7。これだから、2か1か。いきます。3だよね。そうなるよね。たまんないよね。たまんないな。たまんないな。最低保証も1枚とか、ちょっときついよね。でもまあまあ、もしかしたらなんかまたね、見えるかもしれないので。いきます。8。足す。1で9。あ、これはもう積んだわ。これ積んだ。はい。どうせ1でしょ。はい。はい。そう、だから2とか、今ので2とかで言うと意味わからんやんってなるしね。だから10がダメなんだから。あ、なるほど。これ13なので、4以上か。4以上だったらいい。いきます。だよね。いきます。まだわからんぞ。5足すだろ、足すだろ。ここで、あ、やば、1?1?1? 1? 1? 9じゃなかったらいける。いやー、やっぱり?コンコン、コンコン、釘を刺す。やっぱりや。これいじめや。これだからそうだな。結構きついな。当たったら嬉しいんだけど、ちょっときついな。いきます。まずは1列目。5足す3。あー、1だったらいいな。いきます。1だったらいい。1だったらいい。無理だな。はい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 。いや、雑すぎひん。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。5足す3で8。8引く6で4。4です。4。8引く6で2か。8引く2で6ですね。6。違う。8引く6で2です。300円ありがとうございます。やった。300円。よしよしよし。いや、見落とすところだった。危ない危ないわ。よかったよかったです。まあまあ、でもよかったっすよ。まあ、前はね、それで言うと最低保証1枚だったよねって話なので、まあそれを言うと今回まあ超えたねと。再挑戦してよかったね。まあ、あの2000当たりだったらいいんですけどね。まあ、そういうわけにはいかないので。あ、ありがとうございます。来ました。300円。ありがとうございます。5、8とか。ややこしい。はい。ありがとうございます。来た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 。はい、じゃあ行きましょう。何枚目もこれ。これもう9枚目じゃん。行きます。まだわからんよね。もうなんか入ってるかもわからんよね。まだね、わかんないんで。6足す1で7で2じゃなかった。2で、2でいい。2で、あ、3か。3一番ダメっすね。行きます。これももはや、この数字もっとでかくていいんじゃねって、その骨いらないんじゃねっていう感じはあるんですけどね。あ、これ結構いい感じですね。1なので、8とかだったらいいです。いきます。9以下、9以下、9以下、9以下。はい、ダメですね。
ダメですね。全然合わない。いきます。6+8 で、これ結構いったな、14なので4以上だったらいいです。いきます。もう門ですよ。いやいや、ほんまちょっとうなりたくなる。ここでもう一枚なんか5等とかなんかな、なんだろう、4等とか、まあもうでかいの出たらめっちゃかっこいいんですけどね。まあそれも運ですからね。いきます。最後10枚目、3、5で8でございますね。ここで引き算出たら勝ちだ。いきます。なるほど、1だったらいい。いきます。いきます。1、7プラス2で、9、これも積んでない、引き算じゃなくて、あ、ほらもうこれダメなやつだ、これ分かりやすい1だ、はい、最後ですね、最後の最後でございます。いきます。頼むぞ。9引くだよね、そうだよね、そうだよね、そうだよね。6、3か、3でございますので、結構ある、結構ある。3だから、6じゃなかったらいいってこと。6以下だったらいいってこと。はい。いきます！ 7 点！まあ、300円当たったんで、よしとしておきましょう。ありがとうございます。いいのかな、これで。Just keep painting constellations.